1519年に血筋ヶ崎館を築城した武田信虎は、翌1520年、爪城として血筋ヶ崎館から北に 2.5km 離れた標高 770m の丸山山城に要害山城を築城しました。1521年2月、今川方が甲斐国に侵攻すると、信虎はこれを迎え撃ちます。10月に今川方が攻勢を強めると、信虎は一時期要害山城に避難します。信虎の正室大井夫人、この時要害山城に避難し、ここで信玄を生んだと伝えられます。11月、信虎は今川方を撃破し、駿河に駆逐しました。現在の登り口から見上げた要害山城です。飛行は約250m です。要害山城は東西長い尾根を利用して築城されています。登り始めはつづら折れの道が続き、遺構も多くありません。ところどころに石垣が見られます。しばらく登ると小口が見えてきます。マス型小口になっています。石が散乱しており、石垣が構築されていた可能性があります。マス型に入っていきます。攻め手は前方および横方向から射撃を受けることになります。小口から坂を上がっていくと不動車につきます。江戸時代後期に建てられた武田不動尊に由来しています。信玄に見立てた不動明王で、軍船には武田菱が見えます。不動車の北側にある車には井戸が残っています。築城に際して諏訪明神に立願して作ったと伝えられ、傍らには諏訪明神を祀った石製の祠があります。不動車とともに兵が詰めていた車かもしれません。さらに登っていくと石垣で固められた小口があります。この小口、マス型小口になっており、右に曲げられます。この間、上の馬出し場の車からの攻撃にさらされます。この小口から上はこうした馬出し場の車が続きます。ここを突破すると馬出し場の車に入ります。ここは比較的広い平坦面を確保しています。要害山城の西側の車群は地形的に広い面積を取りやすく、東側の車に比べて大きな車が上下に連なるように構築されているのが特徴です。またこれらの車の多くは馬出し場の車になっています。こうした馬出し場の車が次から次へと現れてくるので、攻撃する側にとってはどこまで続くのか、精神的にもかなりの疲労が蓄積するのではないでしょうか。ここの小口もマス型小口になっています。このように主角の西側は車を多用し、上道に折れを作り、マス型を連続させ複雑化することで敵の侵入を防ぐように設計されています。この馬出し場の車に入ると、ようやく正面に主角の土塁が見えてきます。やっと主角西側の小口前に到着しました。ここの小口も両側を石垣で固めています。要害山城の小口は石垣が見られる箇所が多いですが、これらの石垣は武田氏滅亡後の改修時の石垣である可能性があります。主角は東西約73m、南北約22m を測る城内最大の車です。全体を大規模な土塁で囲んでいます。標高が高い山上部に大規模な土塁を築く例は珍しく、最後の砦というにふさわしい作りです。東端から見渡しました東側は特に土塁がよく残っています。主角東側の小口です。主角東側に設けられた堀切りで、奥は馬出し場の車になっています。主角東側は
こうした堀切と馬出し状の郭を複数配して防御しています。この堀切は土橋周辺は石垣で固めています。この石垣も武田氏滅亡後のものである可能性があります。堀切の底から主郭を見上げました。相当な高さがあります。さらに東側にある堀切と土橋です。堀切から主郭東隣の馬出し城郭を見上げました。この堀切にも一部石垣が見られます。馬出し城郭の横を抜けると北端の堀切に到達します。主郭東側は細長米城という地形を生かしてこのように3つの堀切と馬出し城郭は縦堀によって防御を固めています。東端の堀切とそれによって作られた土橋です。東側から主郭に戻ります。東端の馬出し城郭です。ここからは城内に侵入してくる敵兵の動きがよく見えます。次に現れる馬出し城郭です。これら2つの郭は前方だけではなく背面も削り出して高まりとしており防御力を高めています。この郭からも前方の馬出し城郭と通路がよくわかります。東側から主郭に隣接する馬出し城郭に向かいます。主郭東側の郭の中で一番広い面積を持ちます。このように東側は堀切と馬出し城郭を連続して配することでシンプルながらも十分な防衛機能を有しています。四外三条の西南麓には臨済宗寺院の石水寺があります。石水寺には大井夫人が四外三条で信玄を生んだ際の産湯を汲んだと伝えられる井戸が残されています。今回は紹介しませんでしたが四外三条の南東部には熊城があり南からの攻撃に備えていました。四外三条が信虎、信玄、勝頼の3代にわたって使用され勝頼が新府城へ移るまでの62年間武田氏館跡とともに武田氏の領国支配の本拠地となった山城です。同時期に築かれた湯村山城や一条小山とともに筒子ヶ崎館と甲府城下を防御することを意図した城で中世の守護所的な要素を色濃く残す筒子ヶ崎館とともに良好に残る貴重な山城ではないでしょうか。